北海道日本ハムファイターズがドラフト会議で米テキサス大タイラー校の山口当たる外野手を育成3位で指名しました。カナダ出身で入団テストを受けての逆輸入選手となりました。トミージョン手術後ではあるんですけども、投手としても野手としても二刀流として期待されています。山口当たるって誰やねん、マジで誰や、将来ハムの通訳やってそう、入団テストとかやっとったんかこの球団、隠し玉にも程がある、トミージョン受けてて草、当たるクソ楽しみ、また二刀流か、コチョタクよりはマシなんか、日本語話せるのか、なんかおもろいからええわ、そもそも入団するんかこいつは。以上まとめでした。ぜひチャンネル登録グッドボタンお願いします。ありがとうございました。